ガオー浜田山んんですこんばんはジグザグ走行で九州横断します。熊本地震から4年4ヶ月ぶり全線開通した豊肥本線に乗って九州を西へ東へスイッチオン。黒カフェでは麻生の食材のランチやプリンが美味しいです。JR 横断鉄道の宝碑本線熊本から大分は熊本地震に多大な被害を受けました一部区間で運休を余儀なくされましたが4年4ヶ月の後2020年8月ついに復旧工事が完成し全線にわたって運行を再開しました開通プロジェクト名はスイッチオン宝碑本線全線開通プロジェクト 本線の象徴である山登りの走行またスイッチバックの由来のキャンペーンである早速甲飛本線の旅にスイッチオン熊本大分間の全線を直通する電車は毎日運行の特急九州横断特急と土日祝日など週末に運行する特急遊ぼうがある。 どちらに乗ろうか特急迷っちゃうが、ユニークな斜名に誘われて、熊本駅を午前9時9分に発通する特急、あそぼうい、別府駅に乗ります。4両編成で先頭車両と最後尾にはパノラマシートがあります。3号車のファミリー車両には親子が並んで座る、 常に窓が子供の席になる白い黒ちゃんシートがあります。それでは、お先に失礼します。